勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、今日はこちらの方面ジャジャブリードーンって感じですね。よー、沸騰したですよ。すげーなーめ。あー、でもこれが梅雨ですよね。はい、だから何でも沖縄の方は梅雨明けしたとかって言うとですね、はい、昨日の、フォロワーさんの天童ボタニカルさんですね、グラマルですね、はい、この前食沼でもう大いに、大活躍ということでですね、盛り上がってた天童さんがですね、沖縄の方なんですけど、沖縄の方では梅雨明けだとかって言ってたんで、あー明けたんですねという形で DM を送ると、でもスコール来ますっていうので、結局雨降ってるよみたいな感じみたいですね。そうですよね。沖縄はちょっと外国みたいな言い方がありかもしれないですけど、外国みたいなもんですよね。あー、スコール、突発的な、雨とかですね。降りますよね。まあでもね、雨はね、ふっとかんとね、いかんのかなとはと本当思うんですけどね。やっぱり人間様あんまりね、嬉しかないというかね、ああ雨だよっていう感じでですね、はい、そう思いますね。今日の朝はバンクシャの吉野さん、火曜日ということで、久しぶりに宇多田ヒカルですね、君に夢中歌ってましたね。はい、私もストーリーで、チョイスさせていただきました。朝の音楽をこう決めるってなかなか難しいですよね。別に決めんでいいじゃないかってね。何義務的になってんねんって言われそうですけど、私の修行のためでございますって。どんな修行やねんって話ですね。すいません。はい、まあ雨ということもありまして、やっぱ雨にまつわるって言ったらですね、やっぱいろいろ歌ありますけど、やっぱちょっと寂しい歌ですけども、森高千里とかいいですよね。あと人なんでしたっけ、稲田怖いなー怖いなーって、違うよって話ですけど、まあいいや、わかると思います。ドラマティーレインとかですね、ちょっと古すぎてわからないかもしれませんけど、有名な曲でございます。さあ、まあどうでもいい話からスタートしておりますが、昨日のこと、ライブ何名かポチポチ立ち上がっておりましたですね。しのぶさんでしたかね。はい。とか、鹿児島さんとか、ね。あと、その他もろもろの方が。見てないんです。すいません。されておりました。はい。私事でございますが、まあ、2回にわたって、エスパー、オークションさせていただきました。もうここでやめましょうね。はい。あんまりやりよったらね、味しめではないかと思われるのも嫌なんで。はい。だいたい、相場って、私の作品の価値っていうのが、だいたいわかりましたですね。はい。ありがとうございます。また価格を調整しないといけないのかなとか思いながら、はい。作品も、まあ、作っていきたいなと思っております。どうやら、もう、あと、今ですね、8時56分なんですけど、まあ、10時までということでですね、インスタの、ストーリーオークションですか。はい、ありがとうございます。まあ、もう決まるじゃないですかね、これぐらいの金額じゃなかろうかと、思っておりますので、ありがたいですね。はい、まあ、一番欲しかった人に渡るのかな、とか思いつつですね、はい、またあと、1時間か、ありますけど、まあ間違いないかなと思っております。あとはどうでしょうか。そうですね、この雨なんでですね、もう足が臭いなっていうことと、いやー、なんとね、昨日といえば、はい、じゃあこの続きはまた後で。
はい、パチポキさんのぶやき続きです。ということで火曜日だれですね。まだ入って2日目ということもあるんでしょうけど、私今日最終日ということですね。明日一応休めるかな、まあなんかあるかもしれないなと思いつつ、お休みさせてもらおうかと思っております。昨日何時頃でしょうか、10時ぐらいでしたかね。何回かにわたって、石川の方ですか、震度4ですかね、地震あってますね。なんか今年入ってめちゃくちゃ地震あってますね。大丈夫なんでしょうかということで、阿賀諏訪さんの近くになるんですかね、石川って言ったらですね。はい、まあ大丈夫よという感じで言われてだったんですけど、いやー、でも本当このインスタをしてたら、日本全国、上脇、北海道から下はね、沖縄までの方々がいらっしゃるので、ストーリーなりポストなりでそういったなんか情報というかね、はい、まあ、天気にしてもそうですね。今日こちらの雨降ってますけどね、東京の方とかは晴れていたりとか、やっぱしておりますからですね。絶対どうなんでしょうかという感じですけど、まあ本当ね、そういったある意味なんかこう事実なんていうんですかね、そういったニュースですか、的な感じですね。やっぱ敏感にこう情報を流す人もいらっしゃるでしょうからですね、それはなんかすごく、あ、今この地域こうなんやとかね、わかりますね。でも皆さんの、ポストも見ていたら、やっぱ植物に関してですけど、やっぱそのどの植物って言って、結構ご自身で育ててあるね、植物と被るものっていうのが絶対出てくると思うんですよ。ただこの人大阪の人でこうなんや、今こうなんやとかですね、結構まんべんなくこうフォロワーさん自分いるので、こう見ているとやっぱその、グラキリスなグラキリスね、あがめならあがめとかっていうのを見ていると、結構似たような動きをやっぱりしてるところありますよね。だから今向こうはなんか天気が良くて気温がどうたらでとかって言って、ただこんな動きをしよう、あ、なるほどねとか言って、いやこっちもそろそろ来るかなとかね、逆にこっちが来たって言ったら他の方に、今来たんやと、こんだけズレがあるんやなとかっていうのがちょっとこうわかる楽しみありますね。いいですね。まあでも植物像っていうコーナーでちょこちょこつまらんことしてますけど、やっぱサボテン花がね咲くといいですよね。でもうちのサボテンですね、花芽は一生懸命出るけどですね、やっぱ咲ききらないですね。まあなんかが原因なんでしょうけど、ただこういう梅雨に入ってこの雨の日どうなんでしょう。あと雨当たらせる会とか言われておりましたけど、サボテン当たらせてええのでやろうかって感じなんですけど、結構でも水が好きとか言って言わないとかな、まさか当たらせすぎですかね。これちょっとわからないんですけどね。まあとりあえず今年はちょっと自然の雨は当たらせていこうっていう感じでやってますんで、そのこれがどう出るかっていう感じで今見守っておりますけどですね。まああまりにもちょっとこう状態が当てなればちょっと考えないかなとかって思ったんですけど、今のとこはなんとかええんちゃいますかっていう感じですかね。またこの雨上がりの時の天気になった時のムワッとするあの感覚、あれがどんな感じになるんだろうかと今思ったんですけどね。まあとりあえず雨が降っているので気温は下がっておりますけどね。はい、そんな感じです。今ずぶ濡れ状態でございます。さて、明日は水曜日ですね。はい、じゃあ週半ばということで、私すいません多分お休みいただくと思いますが、皆さんはまだまだ、はい、まだちょっと一番だるい、一日になるかと思いますけど、ぜひ緑子を注入して頑張って乗り切っていただければと思っております。はい、じゃあ今日こんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てってにぃ、君に夢中
人生クロワスタイプ、まるで終わらないでチャンピオン、バカになるほど君に夢中、完璧に見えるあの人も疲れて帰るよ、才能には副作用、エコには影がつきまとう、トラックのドアが閉まる、靴と鎧を脱ぎ捨てる、ああ、ここから先はプライベート、心の損得を考える、余裕のある自分が嫌になります、今どこにいる、すぐそこに行くよ、oh, baby baby you you you